今永とバッテリーを組むゴームズは、ブラジル人初のメジャーリーガー。子供の頃の友人は日本人ばかり。親友の名前は、モキチ。子供の頃に見てたのは NPB。メジャーより日本でプロになるのが夢だった。今永ともうまくやれるはずよね。最高の相棒やな。オフは日本に旅行に来てほしいな。ヤンゴームズそんな感じやったんや。日本人メジャーリーガーの最高のチームメイトやん。運命のような組み合わせだな。いつか横浜おいでよ。サッカー王国からの MLB プレイヤーだったの知らんかったわ。ストレートのキレが相変わらずすげえわ。メジャーの選手も手が出てなかったな。今永初勝利おめでとう。ホームゲーム開幕戦でこの結果は完全にカブスファンの心を掴んだやろな。これだけのエピソード知ったらゴームズも応援したくなるな。今永って意外と新人王のダークホース的な存在だと思ってる。 MLB 来たばっかりで9奪三振はすごいよな。今永勝先生の神デビュー。メジャーでも奪三振賞披露してていいな。勝すると思ってたけど全部抑え切ってたな。ストレートエッグエシこれは来たのでは。ゴームズとのバッテリーで勝ちまくってほしいな。ゴームズと今永バッテリー最高や。徐々に大きくなる現地カブスファンの歓声に鳥肌立ったわ。感情を出しながら投げる姿が、本当にメジャー挑戦楽しんでる感が伝わってめっちゃ良かった。メジャーでも奪三振率すごいな。この調子で行ってほしい。今永のストレート、さらにエグくなってない？吉野部に続いて今永も見つかってしまったか。リードしててキャッチャーも気持ち良かったやろな。スタジアム全体が総立ちで今永を応援して、三振を奪ったの感動的やったわ。バッテリーの相性最高やったな。ゴームズめっちゃ頼もしいわ。こういう日本に関連したエピソードある選手は応援していきたいな。